どうすればいいんだー,あーどうすればいいんだ。どうすればいいの。もうなんか4連敗とかよりもなんか重い。なんか重い。ズルズルいきそう。あ、なんか、そういう予感がする。そういう予感がします。なんか、なんかズルズルいきそう。うん。 お、考えたくはないけど。考えたくはないけど、ズルズルいきそう。やー、やばい。やばいかもしんない。ちょっと。ちょっとやばいかも。やばいかも、ですね。どうも。中野とピロリ千葉ロッテマリゾーンチャンネルの、ピロリです。やばいかもね。やばいかも。マジで。え 負け。今日も負け。あー。えー、4月23日火曜日、ロッテ対ソフトバンクアット ZOZO マニスタジアム、千葉に帰ってきて2対4、えー、佐々木朗希投手の試合で落としました。 落としましたもう、有原投手はいつまでダメなんだもうなんか、和田投手もダメだし、大体。和田投手最近出てきてないけど。和田投手も大体ダメだし、有原投手ももう、大体ダメじゃないだからその、加藤投手もね、日ハムの加藤投手も来たら大体ダメだし、もう、多いよ、大体ダメな人。もう、大体ダメすぎるだろう。ね今日は、一万、試合目だったんだってさ。 ロッテができて、ねーえー、今日は朗キ投手7回105球3失点、ね、1個エラーがあったとはいえ最後のね、えー、村上選手でしたっけソフトバンクの1、えー、番、今日抜擢された抜擢された、ね、若手がいい働きをしますねホークスは。ねーえー、そして、えー、ロッテはもう えー、4回までパーフェクトピッチング許しいの。8回までランナーなしですよ。ねえ。8回までチャンスどころか。ねえ。だから今日、あれでしょ、ロッテのチャンス、あの、1級速攻をね、皆さん、あの、登録してる方はわかると思うんですけど、ロッテのチャンスが1回も来なかったわけ今日は。今日は1回も来なかったのねえ。そういうことだよね。で、あの、まあ、山口選手とね、ポランコ選手はあの、 ま、あ少しね、浮いてきた球と、えー、内角に少し甘めに入った球、えー、捉えてくれてホームラン。で、そのね、7回だったっけかな、藤岡選手。7回藤岡って書きましたけども、藤岡選手がね、へっすらでね、ま、あ必死のね、頑張り見せてくれた。際どかったんですけどね。際どかったんですけども、これがアウト。ま、あ判定変わらずリクエストしたんですけど。うーん、ま、あ出てれば同点だったっていう感じだったんですよね。うーん。でね、その後のね、 国様が、国様が、やっちまいました、今日は。ここも今日までね、防御率1.92、えー、1.92ぐらい、言って、だったと思ったんですけども、今日はね、悪国様でしたね。今日はフォアボールが、うん、ちょっとね、なんか、あの、審判の方がね、取ってくれたり取ってくれなかったりしたんですけど、まあ、いいわけっすね。うん。いやー、国吉投手がちょっと今日はフォアボールを多く出してしまい、 1>, 1割台の栗原選手にうまくレフト前に運ばれ1失点決定的な1点今のロッテには今のロッテには決定的な1点ねもう3失点もだいぶでかかったけどね1失点はちょっとあのこの後も触れますけど珍プレーだったんですけどでね西村投手西村投手もなんとか抑えてくれたけどちょっとねちょっと天ちゃん急速があんま出てない大丈夫か ちょっとプラス要素がなかなかない144キロぐらいですか今日、ローキ君はね160キロ出てましたけどうーん西村投手がなかなかちょっと苦しい中でね、抑えているっていう感じですかね僕が見た感じは皆さん何んかありましたプラス要素ねあー、えー、で8回までランナーなしからの8回っすよ、ね、えー、キ久ト君が、えー、今日スターメンのキ久ト君がフォアボールで出て ファーボールで出てようやく初めてのランナー。バッター、中村翔吾選手。ゲッツもう、やばいよ。ちょっとね、翔吾さんがね、飛ばないね、球が。球がちょっと外野まで飛ばないっす。飛ばないっすね、なんか。で、でいい当たりだったらいい当たりはゲッツになるし。 うーん、ちょっとね、しんどいっすね。しんどかったら、ちょっと、翔子さん。翔子さん、マジで、ちょっともう安が上がってくるまで、まあ、大下くんいるけど、大下くんもね、第三報酬みたいな感じだから出せないんだよ、翔子さん。マジで。ちょっと、翔子さん。打率1割になっちゃった、もしや。いや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 、向こうの打率1割は打つのに。 こっちの打率1割は、もう、月だよ。ねえー、4回までパーフェクトで、えー、佐々木朗希投手で落として、えー、4連敗ですか。えー、あとね、ポラちゃんのね、レフト守備ね、これももう、ね、許容しなきゃいけないとはいえ、今日もね、あれがちょっとさせないかっていう感じですね。ポラちゃんちょっと、 ねえ、なんか、え、あんな、なんか、キャッチボールしてるときはなんか、肩強く見えるんですよ。僕、この間、ね、レフトのラグーネ見たんですけど、なんか、キャッチボールしてるときはすごい、いい球放るんですよ。でも、いざ、ゲッツーになるとね、ポラちゃん、なぜかね、なんかあの、すごい、すごい、なんか、手前でバウンドしちゃうんですよ。なんかね、ポラちゃんのね、ねその、バックホームの球はなんであんな垂れちゃうんでしょうね。なんであんな垂れちゃうんだろう。ねえ。ちょっと、ポラちゃん、頑張ってしビマジで。 ねえ、ホームランを打ってくれて今日もね、最後のバッターにね、なってしまったボラちゃん悔しいのはね、絶対にあると思うんですけども、うん。それでね、えー、っと、あと今日9等、あ9回もね、藤岡選手がヒットで出て、もう唯一の救いのようなヒットでしたよ。ねまぁ、あ、ホームラン2本もあったけど、ね藤岡選手が1人気を吐いても、ちょっとドロドロになりながら、頑張ってくれてました。で、あとそのキュート選手のね、あのー、近藤選手がまず素晴らしいヒットを打って、 その後今,、えー、今宮選手じゃない中村選手のね、晃選手の、えー、ボールがキュート選手のところ転がってきて、えー、セカンド投げたら、コ、え、ン、ー、ちゃんの背中に当たっちゃったっていう近藤選手、申し訳ない、ねえー、近藤選手、今日途中で交代してて、その怪我じゃないよねっていう、そのボール当たっていたかったから変わったわけじゃないよねっていう、ちょっとそこだけね本当に心配です、ちょっと申し訳ないっていうのと、キュート君、キュート君、ねえ。 そう、うちょっと気をつけよう。ね。走者に当てちゃうとね、この今日もその致命的な、こういう一点一点がね、やっぱりこう致命的になってきますんで、ちょっとなんとか防いでほしい。うん。えーと、あとね、今宮選手が今日1500試合達成だそうです。おめでとうございます。いやー、素晴らしい、頑丈な、名宝の怪物、えー、今宮選手ね、今宮と154キロ投げてて、ね。 プロに入ったら打撃が覚醒するのか、えー、投球が覚醒するのかと思ったらね、守備が覚醒したっていう今宮選手ね、えー、素晴らしい活躍、これからも期待しております、敵チームだから。さて、明日は、えー、明日高野、高野投手明日は、なんでなんで急に急に高野投手ねえ。 びっくりしましたけど。ね、明日はもうブルペンデーなのかな。とりあえず、高野投手になるべくちょっと長いイニングを投げてほしい。明日、えー、ソフトバンクは大関投手、大関投手ね、いいピッチングしてますからね。最近ね、18時から、いやー、なんとか連敗止めてよ。ちょっと、マジで、ね。ということで、えー、中野とピロイの、ピロイでした。皆さん、どう感じましたか今日の試合、ね。 とということでなんかジャンプとかマガジンのね後ろのあなたはこの漫画にな何を思いましたかみたいなやつねよく書かれてますけど今日の試合で何を思いましたか皆さんはねということで中野とピロイのピロイでしたよろしければ皆さん、えー、最近再生回数がとんでもないことになっております、ねえー、初めて見たという方はどうも、えー、中野とピロイというおっさん2人で、えー、ロッテの結果に一喜一憂する休み時間、えー、男2人が喋っているようなチャンネルを やっております。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。そして、5月12日、エスコンフィールド、もえー、強敵の、日本ハム戦、えー、5月12日に一緒に、見ましょうの会をやりますので、よろしければ、えー、下にね、えー、貼っておきますので、ビジター応援デーなので、もちろんエスコンに行ける方はね、行ってほしいんですけども、まぁ、エスコンに行けないけど、で、予定は空いてて応援行けるよっていう方は、ぜひ一緒に、公園寺の、えー、秘密基地で、えー、一緒に応援を、ロッテの応援をしましょう。 ということで、中野とピロイの、ピロイでした。<laughs> 勝ちたい <laughs> 勝ちたいね <laughs>